報酬上乗せしてほしいもんだぜ。してもらうぞ、クリビス。キャスカさんはどこ？オドをたどります。ちゃんと守ってちょうだいよ。試させてもらうよ、ガッツ。手も湧いてきますね。一つつけられぬ。敵が少ないぜ。魔術で援護します。全てを奪い尽くしてくれ。
私に力を貸してください。のしもべたち絶対許さない。夜は大抵王の中の王なり。消えよ。Yeah!
全てを奪い尽くしてくれ。全てを奪い尽くしてくれ。大将首いただくぞ。貴様と同じ冥府魔道を。あの体験と甲冑を身に帯びた者に、いや人間に可能な動きではない。杖なんてもんじゃねえ。人が悪いぜ。あんなすげえものもっと先に。あれはそんな生優しい代物ではないんです。危険です。これ以上あんな戦い方。ガッツさんは傷が癒えたわけではないのに。あれはドワーフによって作られた呪物、強戦士の甲冑です。甲冑の内に宿る禍々しいオドの流れに同調したものはまさに鬼神と化します。そしてとてつもない力を発揮するのです。人体の限界を超えて命の危機と引き換えに。さすがは黒い剣士、我らが宿敵よ。ならば我が渾身の一撃参る。見事この一騎打ち、貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦しよ。我が使命、我が主のために、光の鷹の使徒としてお相手つかまつる。使徒として授かりし、この力を用いて黒い剣士を葬る。ドラ
ドラゴン？全てを奪い尽くしてくれ。バカな、こらえただと。人の攻撃を人間が。おい、今骨がいっちまったんじゃねえのか。甲冑です。甲冑が折れた手足を補強しているんです。肉を貫き骨に食い込んで。どうしてそんなヤバいもん瀕死のガッツに着せたりしたんだよ。離れしてくぜ。人間、そう、あれじゃまるで、まるで。大将首いただくぞ。我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。
の体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ。人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋。押し通れ。凄まじい。こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。黒い剣士、さすがは絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ちょっと間違いない。あれはあの男がノスペラトゥ・ゾット。
金になりそうもねえな。これは奪われるものにあらず、全てを奪い尽くしてくれ。受けよ。撃つよとも隔離よとも知れぬこのような世界にわざわざやってくるとは推挙なものよ。この世の真理を解き明かしたいところだが、まずは奴らを倒そうではないか。絶命せよ。
触れる。